はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケンタ予防ケンです。というわけでね、今回から、リザレクションの製品版やっていきたいと思います。まあやっとストーリーが進められるようになったって感じですかね。で、ちょっとまあパッと見てわかる方はわかると思うんですけれども、まあ髪色と髪型が、変わりました。なんでかと言いますと、まあこのソフトは、原点にして最新ということで、まあちょっと原点に戻ろうかなと。ゴッドイーター買った時の一番最初の髪型です。はい。で、ちょっと羽毛入れてますけれども、アクセントで。まあそこ以外は、まああとペイントも前なかったよね。だから、あれだね。まあ一応頭だけ原点ということで。頭だけ原点で、やっぱりスピアは外さないでいこうかなっていう。うん。ね。シンボルカラーの青は、服としてこれから着ていくので大丈夫です。はい。よいしょ。で、なんだ。初見の方もね、今見てると思うんだけど、したらちょっと言うことがあるんだよね。俺の動画は、リスナーと 100% 絡む動画です。はい。一人で黙々とはやらないんで、なんて言うのかな、なんて言うんだろう。まあ、毎週、日曜日の夜、工事券を、私は実況の部屋を勃起させるから、立てるって意味ね。うん、立てるって意味ね。みんな、上がってくれ。やべ、やべ。ショート癖がついた。どうしよう。どうしようかな。ショートでもいいんだよな。ちょっと待って、狭い、狭いよ、狭いよ。痛いよ。やばい。どうしよう、武器。ちょっと、ショートになれちゃった。ショート、痛い。カノンさん、さすが、痛い。待って、攻撃できない。カノンさん、相変わらず人を撃つね。あら、いや、待って。ちょっとお前はありがとう。はい、おい、よかった。バック中からの空中ジャスが、これ決めたかったんだよね。でもスピアだと大体空中の一定な、この野郎少し喋らせろ。で、覚悟しろ、覚悟もう一度しろ。よいしょい、はい、オッケー。とりあえず回復、あ、このまんまじゃねえか。このセーブデータも残ってんだね。よいしょ。はい。はい。あー、ここもクラウン？クラウン、クラウン。よいしょい。あ、で、話が途中で途切れたと思うんだけど、初見の方にね、ちゃんと伝えなきゃなと思いまして。とりあえず、僕の実況と、あー、やばいやばい。おー、バックステップでよかったー。あら、よっと。俺の動画は、毎週日曜日夜9時から部屋を建ててます。で、その部屋を建てたら、それで動画を撮ります。はい。ノラでも何でもいいです。誰か入り次第、4人揃い次第、その部屋で実況をやります。ガチで。はい。動画に一度出てみたい方、YouTube のスクリーンに一度出てみたいなって思っている方は、僕と一緒にゲームを楽しみませんか？いかがですか？県の大冒険いかがですかね。なんていうんだろう、まあちょっとね、この動画はとりあえず高速動画っぽい感じになると思うんだけど、まあざっくりって感じの、おお、まあこの敵の時に高速をできる場合じゃないんだけどさ、バックだろ、分かってんだ、分かってんだ、分かってんだ、うん、そんなの分かってんだ、バカ野郎、覚悟しろー、しないよってか。はい、はい、よっ、はい、わざわざジャスがしに行く、ステップで避けたのにわざわざジャスがしに行く、そしてバックステップじゃないんかい、バカシンガー、おい、食らったじゃないか。よいしょ。あれ、俺ちゃんと話したっけ、覚えてろよ、ちゃんと俺が話したこと覚えてろよ。いい声。そこみたいな。よいしょ、よいしょ、行くぜ、よいしょい、ほいほい、はいはい、届いてないよ。
よいしょ。まあね、とりあえずなんで急に続きからなんですかっていう方もいると思うんで、まあその方は、体験版の方でね、進めるところまで進めたんで、まあせっかくなんでね、また一からやると、またこっからかよっていうなるふうに、っていうふうになる方もね、いると思いますので、とりあえず、まあ自分を進めたい気持ちがありますので、まあ今回は、てか、まあ途中から始めていきたいなと思います。ね。なんで、戦いながらトークを始めてるのって思う方もいるかもしれませんけど、止まって、前半に、なんか文字だけ並んだりとか、キャラクター棒立ちしてる時に喋ってたら、つまらなくないですか？トークを聞きつつ、ちゃんと、進めていく感じにしようかなと。まあ最初はね、最初はご報告かな。うん。よいしょ。さっきからジャスが何回してんだろう、数えたいな。よいしょ。よいしょ。よいしょー。はい。どっこら、ちょっと。まだ取ってくぞ。あ、プレイなバカチンが。お前、そんなの、どう痛くなるでしょ。それ痛いわな。うん、それは痛いんだから、痛いね。うん。てか、痛いところの騒ぎで済まないね。体バラバラになるね。うん。よいしょ。ほい、ほい。おう、バックステップだろ。どうせバックステップだろ。なあ、クソ、分かっていたのに。あ、ちょっと待てよ、バカチンが。うっ、なあ、なんだよ、ビビってんじゃねえか。ビビってワンテンポ早くジャスがしようと。やめてくれよ、そういうの。おい。よいしょ。燃えてろよ。なんだよ、なんだよ。なんだ今のビッグーンって。どうした？カノンに撃たれてビッグーンって、お前、やらしいな。お前、ド M か。お前はド M だったのか。そうか、カノンに、ね、激しくされてビッグーンってなっちゃったんだ。なるほどね。うん、なるほど。まあ確かにね、カノンにそんなね、ズコンズコンされたらね、まあそりゃね、男のケツは反応しますわ。え、カノンって二なりなんですか？いやいや、そんなことはありません。プラスチックです。プラスチックの何、おてんてんの形をしたやつをベルトみたいな感じで腰に巻くやつあんじゃん。うん。あれでお尻ホリホリされたんだね、クワトルが。あははは、それはめでたい。とりあえず。この野郎、昼め、昼め、昼まないんかい。おい、俺も昼んだぜ、この野郎、バカ野郎。俺が暗い前にそっちが昼めっつんだよ。このふって、おい、舐めとんねか、お前は、これ。よいしょ。ほいしょ、ほい、ほい。あらららら。わざとだし、わざと食らってやったんだし。よいしょ、よいしょ。ちょっと、カヌン、ちょっと、カヌン、ちょっとカヌンドルフ、カヌンドルフ、なんでガノン混じった。よいしょ、よいしょ。あー、よいしょ。覚悟しろ、覚悟しろ。お前の初めて俺がもらってやる、覚悟しろ。よいしょ、はい、はい、ドキュン、ドキュン。よいしょ、はい。で、なんか他にご報告、まあとりあえず初見の方、下ネタが多いです。うん、てかほぼ下ネタです。それでもよければこれからよろしくお願いします。やめて。おう、よかった。バックステップで来るかと思った。ビビって、ビビって、あ、これ届くの？まあですよね、まあですよね。現実見ろとか、はい、見ます。エロ本見ます。よいしょ。ちょっと君、やっていいことで悪いことっていうもんがあるんじゃないんですか？ねえ、今俺が足蹴にして、しかもそのままスルーしたよね、君ね。俺がうふってなったにもかかわらず、君はガンスルーしたよね。ねえ、うん？おい、いや、ひるんでんじゃねえ、ひるん、びっくんじゃねえんだよ、お前。お前、感じてんじゃねえ、お前、ド M かい、こんだけ言葉詰めされて、びっくんってなったよ。お前、ド M かい、ごめんなさい、打たないでください。調子に乗りました。よいしょ。はい、はい。たく人は足蹴にしながって、しかも引き逃げか、お前。一番勝ち悪いのさ、お前。もっとそんなに思った、おっぴろげ M 字開脚。これが皆さん、俗に言う M 字開脚です。クリトリス的なものが3つありますね。あ、言って、下ネタ言ったらカノンに打ち押されたわ。あら、よっと。よいしょ。下ネタじゃない、俺は、クリとリスって言ったんだ。何、見苦しいって。うん、俺もちょっと今自分で見苦しいと思った。うん、さあ、バックステップしてこい、してこい、ほい。そんなもんがクワちゃん、クワちゃん言っちゃったね。はい、
せてよかった、騙せてよかった、パンティ見れると思ったらスパッツ。それでは一人だけどご一緒にいただきます。感謝を込めて、よーし、見てほらこれ、男性当たりやすいですね。え、なに、男性が当たりやすいって言った？男性が当たりやすい、なに、ナンパ、ナンパ、いや女性が当たっちゃいかんよね。そしてレズだよね。うん、俺の顔面なんかすんごいキョロキョロしてるね。ね、挙動不審なのかな。ね、ね、さっぱりしたでしょ、さっぱりしたでしょ、ね、俺のキャラクターさっぱりしたでしょ、ね、さっぱりでしょ、めっちゃ。今なんだ、今なんか急に目がパチッとなってね、はっってなったのかな。今俺のキャラ的にはっってなったのかな。なんだよ、お前の声聞いてやろうじゃねえか、パチッとね。練習では何度か失敗してるんですけど、うん、本番ではきっと成功させてみせます。うおーうおー、怖え。見せます、見せますと言われてもね、成功例がないんじゃ。背中をつけるのつらい。お、ピカン。誰？俺だよ。夜分すみません。あ、違う。私です。あなたか。びっくりした。そこじゃなんだし、入って。失礼します。奥まで入って。調子はどう？すいません。はい。もう大丈夫です。ご心配をおかけしました。本当だよ。あなたはやっぱり強いわね。そんなこと、皆さんのおかげです。コウタたちの前でもそのくらい素直でいてくれたらいいんだけど。それは。かわいい。あなたと一緒にロシアから来た大車先生だけど、言われて気づいた時にはもう極東支部から異動になっていたわ。その後の足取りも追ったんだけど、ロシアに戻る途中に荒神に襲われて戦死したって報告しか残ってないのよ。そんな、残念だけどやっぱり腑に落ちないわよね。昨夜さん、私にも手伝わせてくれませんか。せめて何か一つでも罪滅ぼしができ…ううん、あなたにこれ以上償ってもらうことなんかない。今回の件にはきっと何か裏がある。でもそうね、あなた自身にも関わることだものね。実はね、林道の置き手紙が開けられなくて困ってるの。これが最後の手がかり。でもこの手紙を読むためには林道の腕輪が必要みたいなの。一緒に探してくれる？はい。それにしても死んだ後までこんなに振り回されるとは思ってなかったけどね。ゴレンにエモレン、ウィペーシタトゥナ。何？悲しみは海にあらず、すっかり飲み干せる。ロシアの古いことわざです。そう。ありがとう、アリサ。な名言より俺の名言の方がいいわ。うん。何、俺と名言言ってみろって。俺本当にリアルで一回名言ガチで言ったことあんだよ。なんかさ、ね、あるじゃん。なんかあるじゃん。ね。ね、涙は流すもんじゃねえと前言ったんだけど、涙は流すもんじゃないよって、拭き取って前を向くためのもんなんだよって、垂らしてばっかじゃねえんだよ、それを拭き取ってその流れたのは過去の自分だよって、で今ある自分は新しい自分だって、過去を流して拭き取って今前向けって、友達になんか相談された時に言ったことがあります。はい。いいでしょこの言葉。自画自賛。ガチであるからね、これね。よいしょ。行くぜー。うん。涙は流すもんじゃないっすよ。うん。ただ流すもんじゃない。泣けばいいってもんじゃない。お、ムービーや。なあ。急に集まれって呼ばれてきたけど、一体何なの？
知らないです。知っていてもあなたには教えませんけど。朔也さん、何か知ってます？何も聞いてないわ。それにしても全員召集ってのも珍しいわね。どうやら全員いるようだな。いるよ。本日執行部から正式な辞令が降りた。うん。今回の任務の完了をもって機関をフェンリル極東支部保守局第一部隊の隊長に任命する。 What is this? これからはお前がリーダーだ。マジか。よろしく頼むぞ。すげえ出世じゃん、大出世じゃん。 Oh yeah! こういうのなんて言うんだっけ、下克上。いや、それ裏切りちげえよな。改めてよろしくお願いしますね、朔也さん。朔也さん、ええ、そうね、リーダーか。なんだか随分頼もしくなっちゃったわね。君になら背中を預けられるよ。いや、おぱーよ。これからもよろしくね。背中じゃなくておぱーよ。早とちりするな。正式に任命されるのは今回の任務完了後だ。それに確かにリーダーともなれば相応の権限が与えられる。おう。しかし同等の重く大きな義務も負ってもらう。よかろう。人気使いとしての職分だけではない、チームの部隊員を無事に生きて帰還させるという義務だ。お、死ぬなよ、全員生きて帰る。これは命令だ。さあ何をぼさっとしている、任務に向かえ。今のセリフが私のエーティーフェールドにロンギヌスの槍が刺さったよ。ごめんね、あのね、言葉が日本語じゃなくて、うん、あの心に響いたよって言いたかった。誰か俺の、え、何、あいつ一匹だけ？嘘、そんなわけないよ。まああえて、改めて考えるとすげえ話だよな。まあな。まだ引退して間もないってのにな。へへ、これがセンス？その通りだと思います。あざま、私たちも見習わないとですね。見習い見習い。いい仲間に恵まれてよかったわね。ほいほい、あわよ。なんでだよ、今ので決める魂胆だったの。バカチンガー、やっと決まったわボケー。あー、サリアピーノか、サリアピーノか、そうか。でもどうしようかな、多分さ、ブラッドアーツもあれだしさ、ていうかスピアどうしよっかな、ショートに戻そうかしらね、どうしましょうかね。ねえ、髪型戻したら武器戻せってか。おいおい、バス状態になるぜ。はい、君も食べるぜ。うん、痛い。うん、もうちょあれ痛い。誰だ誰だ、さっきからパン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 ってやってくるやつは。調子乗ってんじゃねえぞおい。それ手だけ持ち上げる。ペン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 、痛いんだよ。これを切り抜けられない。切り抜けら、はい、ジャスガーじゃない、ジャスができてない、切り抜けられてない。グダグダってか、お前なんでさっきから俺のことばっか狙ってくんねん、サルちゃんよ。お前一途か、一途なのか、それはいいことだが、ちょっとそういう感じの一途は俺求めてないんだわ。うん、よいしょ。まったく愛情の一途は受け止めるけど、あの攻撃対象としての一途は俺受け付けない。うわ噛んだらとりあえず噛む、いろんな意味でね、いろんな意味で噛む。ええ、捕食ドゥッシュドゥッシュ。ズオンばっかばっかばっか。まあでもさ、やっぱ世界にさ、あの一人はバカがいねえとつまんねえさ。うん、よいしょ。だから俺がみんなが求めるバカになるよ。うん、よいしょ。お、倒した、やったん。よいしょ、ほっ、あー、行き過ぎたー。あなたもでー、あれ、これ、ちょっとか、
いらねえ、もうお前はいらねえ。いらねえ。ドゥーン。あ、こいつ何も出ねえんだった。おっと、頭が壊れた。奇跡のパーマが壊れてないんですよね。ドゥーンマイ。わっしょい。はいはい。おー、スーパーサイヤ人になろうとしてるのかな。君じゃスーパーサイヤ人にもなるのあるぜ。よいしょ。おわ、わ、びっくりさせんな、バカチンゲイ。わざとらしいぜ。別に。だいわざとらしいぜ。全然わざとらしい。ゼノブったら全然わざとらしい。焦ってねえし。おい、あ、じゃあ、いや、焦ってねえし、余裕だし、こんな、サリちゃんなんで。いや、いけるし、いけー、やっといけたー、撃ち落とされ方持ってー、やめて、そういうの。あー、よかった、じゃあ、すぐ、なんで俺今ビクってなったの。なんで着地した時にビクってなったの。アリサまさか後ろから僕のお尻をパパンってしたの。まったくもう、アリサも、やることはやるんだね。もう、エッティンだけど、もうそういうエッティンの大好きだよ、僕。あら、よく。ごめんね、さっきから破壊しまくっちゃって。あなたのね、いや、当たりにちょっと危ない、シューンって、避けようとしたの、ベーン。てい誰か撃って回復を。撃ってくれないのね、死んじゃうよ。おバーチャル死ぬって、バーチャル死ぬって、回復買ってくるの忘れちゃったしょー、痛いよ、なんだよ。いや、もう混乱しすぎた夢の国のあの方が出てきちゃった、ははっ。よいしょ、はいはい、あ、ちょばい、ありがてぅ。でも少ねえんだよ、ケチってんじゃねえ。もうちょいよこせ、早く。よあちゃん、ちょっと、ありがとう。いって、なにそれ、え、おいって、お、新アクション、かわいい、女の子つまり超かわいい、それちゃん大好き。いって、お前大嫌い、やっぱ大嫌い。どっちなんだ。死ぬ、待て、待て、それ誰狙い、俺かい。お前なんでさっきら、おお、なんで土下座か。お前まさか土下座か。二発も中、いや、噛んだよ。噛みましたよ。噛みまみたよ。ええ、すいませんね。実況者あらぬことしてしまって。よいしょ、ええ、よくあるんだよ。俺ってよくあるんだよ、よく噛むんだよ、いろんな意味で神動画なんだよ。受け止めてくれよ、頼むよ。水地で皆さんも一緒にいただけない、いただいたね、よかったよかった、はい、ワンダホール、よいしょ。で、そのなんだろう、ストーリー的にはあ、ブライドバーガチン、ストーリーはまあ、続きからなんだけど、まあそれは体験版の方で、プレイしているので、まあリンクに貼っておきますんで、見たいなって思う方は、体験版の方、1からのストーリーなのでね、まあ言えばその体験版の続きなので、はい、まあよければ、見てください。リンクに貼っておきます。下の概要欄に貼っておきますので、よければ、見たい方はどうぞ。うん、どこでしょう。はいはい、そう 100% 勇気、そう痛い、そう You are my son、 いつもすぐそばにあるわけねえぞバカチンガー、いってえなこの野郎。よいしょ、ほい、ちょっと待てはいはい、ほいほいほい、食べる、食べた、食べてないんかーい。ほっ、なんだなんだ、よいしょよいしょ、ほっ、あらららら、お前来るバカチンガ、来るバカチンガ、さっそくくてばれい、いたーん、いただきます。はい、おいしいだよ、スール最高です。オーライオーライベベイ、痛いぜバイバイ、痛いね、痛いね、日本語通じる、痛怒るよ、いい加減ね、人間そんなに痛みつけてんじゃねえよ、マジで。神だからって何でもしていいわけじゃねえんだろ、おい。おい、待ってくま、人間がいなかったら神すら存在しねえんだよ。よいしょ。いや、神は存在しまーす。何今の昨夜さんのソフトな避け方。すごいね。超、何そこまで体力を使わず、数センチ動いて避けるっていう。素晴らしい。
いいね、うん、あー行っちゃったね行っちゃったね。まあそりゃそうだね、M 字開脚して地面で寝転がっている時にそんな俺のスピアをズッコンズッコンされたらそれは行っちゃいますよね。サリちゃんもうね行きやすいんだけども、いただきます。すいませんねこんな実況でね、すいませんねこんなもんで、すいません本当すいません。まあこれが僕のスタイリングなんで皆さん受け止めて受け止めて、私の体を受け止めて受け止めて止めて、私の心臓、いやダメか心臓あかん、心臓止めたら死んじゃうぜ。取れない、取れた取れた、咲夜さんのパンティーが見れない、仕方がない今日はこの辺に。コウちゃん、ここは俺に任せときな。うん、サクッと終わらせてやるよ。よろしく。いやーコウタマジいいわ。お大げさ、え、なに大げさって、なに俺の実況が大げさって痛いの、ゴッドイーターさん。そうですもん、何か文句ありますか。え、なにこれは何なの。じゃあこれで意味がわからない。お、やっぱり期待通り滞りなく任務を完遂してくれたようだね。まあね、まずは祝辞を述べさせてもらおう。ありがとう。リーダー就任おめでとう。チョリス、さてここに足を運んでもらったのは他でもない、なんだリーダーの権限とあのエロ本義務について触れておこうと思ってね。触れる、まずは権限の強化だ。うん、君にはリーダー専用の個室が与えられる。何よ。前リーダーであるリンドウ君が使用していた部屋だ。うん、その際ターミナルにアクセスして使用者権限を更新しておくよう。何よ。今まで閲覧が許可されていなかった資料が確認できるようになっているはずだ。ほいさ、情報を開示共有するということを我々が決断した、この意味をよく理解しておいてくれ。はい。そう、これは我々フェンリルからの信頼の証。ほう、願わくば裏切らないでほしい。わかったよ。さて次は義務の方の話だね。なんだ。君には通常の任務の他にリンドウ君が遂行していた特務を引き継いでも。ほう、何、細かい指示は追って伝える。今日は君も疲れているだろう、ご苦労だった、これからもよろしく頼むよ。おう、いいよ。上から目線かってよいしょ。まあね、そんなこんなでね、僕の実況はまあまだ初見の方見てくれてればわかると思うんですけれども、1うるさい、2下ネタをぶっぱする、3たまに発狂する、4ツッコミが満載、5バカ、はい、この5つです。5つ。イチューチューってなんだよ、イチューチューってなんだよ、イチューチュー、おはーでマヨチューチュー、懐かしい。まあね、そんなこんなでね、ここら辺で終わりたいと思います。まあこんなグダグダ実況で申し訳ございません。まあとりあえずはまあちょっと新しい捕食をやりたいんだけど、ちょっとそれ次回ということで、じゃあちょっと皆さんお楽しみにしていてくれたら嬉しいです。はい、まあね、そんなこんなで、言っていいのかな、言うか。うん、今 YouTube 市場のゲームの中でゴッドイーターというゲームをしている実況者の中で、トップ3がいると思うんですよ。まあ、再生回数見たりしたところ、まあ、俺を含めて3名の方が、まあ、ゴッドイーターで有名なのかなと、YouTube の中では。ヒコヒコ動画の方でわからないんだけど、うん。まあ、なんで、まあ、今、ゴッドイーターやってる、その中でも、みんなの中でも1位になりたいなということで、やっぱなんだろう、ゴッドイーターといったらケイっていう風になりたいと思いまして、ちょっと夢はでかく、目標は大きく、
ね、叶っちまうかもしれないくもねえな。うん、まあとりあえず夢は大きく、うん、ね、するべきだと思う。ね、前言った通り、夢を見ない実況者なんて面白くもなんでもない。ね、みんなと一緒にこれからずっとゴッドイーターをやっていきたいと思いますので、毎週日曜日夜9時から部屋を建てます。部屋の名前は K の大冒険実況部屋、そして YouTube って書いてあります。で、部屋のパスワードは44444が4つだよーん。はい。で、あと検索ワードでいろんなミッションっていう風に増やすと、あの検索ワード増やすと見つけやすいかなと思います。いつもやっている方はわかると思うんですけれども、まあセレクトボタンを押して連打して更新しまくってパッと出たらもう速攻ポチッと丸を押してパパッと暗証番号4444って数字の4を4つ入れてでポチッてパパッと入らないと、うちの部屋は結構3秒以内に満員になってしまうのではい、頑張って入ってくださいはい、ただ誰でもいいです、誰でもいいです、本当に誰でもいいです、今実況されてる実況者の方でもいいです、誰でもいいです本当に。で、すっごく下手で、なんか今始めたばっかりですって方でもいいです。はい。で、自分が出たらつまらなくなっちゃうよって思っている方でも全然ウェルカム。うん。それを面白くするのが実況者だから。はい。で、まあね、いつもの常連の方々ももちろんのことなんですけれども、まあとりあえず本当に誰でもいい。はい。本当に自由なんで。ゲームの中でもルールを縛るっていうのはよろしくない。うん。もうルールで縛るのその現実だけでいいじゃん。うん。まあ俺は現実でも縛られてないんだけどね。結構自由なんだけどね。はい。まあだからゲームだからまあもうとことんフリーでね。ゲームを存分にみんなと楽しんでこの面白さを今見ているそのスクリーンの前にいる皆さん、あのゴッドイーターを手に取ってない人に、向けて面白いんだぜと言ってあげたい。もってか面白さを伝えたい、広げたい、そしてみんなと繋がってワイワイしたい。うん、これがやってる意味なんで、目標は高いけど意味はこういう感じね。うん、俺が実況やってる意味はこれだから、みんなと繋がることだから。だからツイッターでもよくみんなで仕事をね、残業頑張れとかね、ね、ゆうきさんあとリスナーさんの名前とか俺普通に出すからね結構フレンドリーよ。うん、あと普通にそこら辺の実況者も全然まだ見ていたら、コラボ動画お待ちしています。うん、自分から言ってもいいんだけど、コラボ動画しませんかって。ま、2、3回くらいしか、言いに行ったんだけど、仕方されたので、もう自分から行きません。もう自分から行きません。ウェルカム。うん、受け身になったから。うん、受け身に、ごめんなさい。はい。終わります。ね。あとなんか最後にさ、よく言うじゃん。なんかさ、言うじゃん、この動画がもしよければ高評価よろしくお願いいたしますってか言うやついるじゃんね。うん、何お前言わなきゃ押してくれないのリスナーさんって思うじゃんね。だからさ、俺の動画もさ、グッドボタンよろしくお願いいたします嘘嘘、自由でいいよでも欲しいなまあノリで言うとこんな感じでいくので、皆さんよければついてきてください。はい、それではここら辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もいただきます。